は8月の12日ですね、金曜日夕方の散歩です。ただいまの時刻は18時ぐらい、夕方6時ぐらいですね。今日は、まあ、風が強くて曇りで、日中はね結構暑かったんですけど、今はもう風が出てきて結構涼しいです。なんか台風がね結構接近してるみたいなんで、どうなんですかね、週末結構天気荒れちゃうんじゃないでしょうか、はい、天気荒れるとねお散歩がねしにくくなるからね、やだね、行けなくなっちゃうね。ピースケくん、スイッタッチえっ、ー、と今日の父ちゃんは家でずっと原稿を書いてました。で1本書き終わったので、一昨日撮った写真データを今サーバーにコピーしてしつつ、結構時間かかるんでね、40分ぐらいかかるんで、お散歩に来ました。ピースケくん、ピースケくん、なんかコロナもね周りに結構かかっちゃってる人が増えてきて、ほんと身近な存在になりましたが、一応ね僕はねまだかかってません。はい、まあかかってないとはいえど、いつかかるかわからないのがね、どんだけ予防しててもね、かかっちゃう人はかかっちゃうんで、うん、おいピースケー、感染したみたいな話もねあったから、もし俺かかっちゃったらピースケどうしよう、親父んとこかな、ダメ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 、あーまたお前乾燥ミミズが食ってないかって、よし、なんで僕食うもんなお前な、うん、どっか預けるしかないよな、僕がもしコロナかかっちゃったらね、ペットホテルか、それか家を開けて僕がホテルに行くか、はたまた親父にお願いするか、このどれかだね。まあ親父もねなんかちょこちょこ犬の散歩の手伝いとかしたことがあるみたいから、なんだよ、まあ、犬の扱い自体はど素人ってわけじゃないっぽいんで、うん、まあいざとなったらそこにお願いしちゃおう、親父にお願いしちゃおうかなとは思ってるけど、うん、まあかかりたくはないですね、かといってワクチンもなんか怖い、危険だからね、怖いっちゃ怖いしね、ワクチンはね2回打ってるんですけど、3回目をね今躊躇してます。もう2回も3回も同じだろって思うかもしれないですけど、考えればいいとは思うんですけど、ね、未知の部分もあるから、そこはねちょっとね怖いですよね。何食ってんの、うん、とはいえもうね50歳なんで、ね、30年20年後にどうかなったとか、30年後になんか不都合が出てきたって言われても、寿命ですからね、そこダメだっての、何食ってんの、木の枝じゃん、食
食うなよ、そういうのを。なあ。食うな。ダメ。出せ。出せ。食っちゃった。あ、すげえ。5分経っちゃった。はい。じゃあ、今日の動画、ごめんなさい。長くなって申し訳ないです。はい。動画終了します。また明日。バイバーイ。お座り。お座り。